鳥居島内神社は、茨城県水戸市にある神社。式内社論社で、旧社格は損社。社殿では、当社製法5キロほどの地点にある、友房山が、祭神、共通主名の神山であるとされ、友房さんは、日立国風土器中群の城に記された土器伏せ山の候補地とされている山として知られる。社伝によると、養老5年4月12日の暁、 友房山に霊光が輝き、その光が藤井号を指して降り立ち、人々は驚き恐れ、6月15日に社殿を建立した。遺説には、過少年間に神託により、カトリ神宮から共通主名を誕生したとも言う。縁起式神明朝に、日立国長郡、島内神社と記載されており、その論者とされている。公平五年には、源義家が、 進む奥の都市、当社北西の峰に十万の兵を集め当社に、武分長級の祈願し社前の藤の枝を申し受けて、無知都市進軍したと言い,い、兵を集めたところを、十万払というとする。近世以前は、東内大明神と称し、大英年間に社殿が消失した際は、官営五年に、獅子戸藩主、秋田賛成により再建され、元禄年間には、水戸藩主、 徳川光国により改築されるなど、近郊の藩主たちからの推計が扱った。明治5年には近代社格制度において尊社に列した。ありがとうございます。